英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長であり日本の言語学者船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながらそして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろんこれから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのかどうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイトパルキッズ .co.jp からご覧いただけますのでぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで先生今回もよろしくお願いいたします。はい、まずお知らせです、うん、ちょうどねこの新学期が始まって、うん、ゴールデンウィークまでっていうのが非常に不安定な時期じゃないですか。なんで天気があってこと？いや、まあ、天気も天気もまあまあまあ不安定かもしれないですけれども、うんうん、この時期に生活が変わってね、うん、取り組みとかが乱れ、うん、そうするとああまあそういう意味ね、うん、そうなんですよ。でゴールデンウィークに復活させようと思うんですけども、うん、ゴールデンウィークも平時ではないと、うん、でそれでまた有事であると有事であるとね、うん、何事かある時であると確かにで乱れ、うん、でゴールデンウィークが明けて、うん、ようやく頑張ってね、うん、平時を取り戻したかと思うと夏休みが始まるっていうことでね、うん、結構取り組みのペースをつかむのが大変な時期なんですよ。そうだね。なので、うん、できればゴールデンウィークがスタートする前に、うん、できる限り取り組みのペースをつかんでおいてゴールデンウィークに入っていただくっていうのがもうこれ本当何十年前からも言ってる鉄則なんですけれども、うんうん、ちょうどねそれに合わせてパルキッズでも4月25日まで新学期応援キャンペーンっていうのこれ毎年ねやらせていただいてるんですよ。しらじらしやらせていただいてるんですけども、うん、なんでこの時期にやるかっていうと、うん、そういう意味があるので、うん、これからスタートされる方も今やってらっしゃる方も一つゴールデンウィークまでにペースをつかむっていうところを意識してやっていただくといいんじゃないのかなって思うのと、うん、プラス今地頭力講座11期生を募集してます。これも5月14日までなんですけれどもお父さんお母さんの方もねできればゴールデンウィークが始まるまでに地頭力講座そうだ、ね、スタートしていただくと、うん、本当にこのゴールデンウィーク以降ゴールデンウィーク中のね、うん、なんだ、まあ、車で旅行するんだったら、はい、車の旅行中にそれ流しておけばいいんだよ、はい、いや地頭力講座子供はそんなにいやいやだから親がそれを聞くという姿勢で、はい、親が勉強してるのを子供が聞いてて何が悪い？あ、いいですか？全然いいじゃんだってねえ子供への接し方を子供が聞くみたいなそうそうそういや全然悪いことじゃないよ。あ、そうですか、うんうん、いやいや隠すことないの、うん、あこれこれこうだからじゃあお母さんこれから今後はこういうふうに接するわって言ったら子供はあそうなの？こういう理由でお母さんはこうなってるんだお父さんはこうなってるんだっていうのが分かるからいやもう分かるというかさあの子供はね親が変わるのにおいてどんな理由とか関係なく、はい、良い方に変わるんだったらウェルカムだからそうですよね、うんまあ、確かに確かに、うん、良い方に変わるんですもんね それをね隠す必要ないよこそこそやる必要ない分かりました大っぴらにやって分かりましたただあの友達には言わないであ友達にはね、うんはい、なかなか理解されないところもあると思いますから、ねうんはい、ということで4月25日まで新学期応援キャンペーン、うん、であと5月14日まで地頭力講座募集してますのでゴールデンウィーク前にお始めください、うん、ということで先生、うん、4月になって先生は3度目の小学校1年生の入学式を迎えられたわけですよね、うん、ね、はい、1度目のにしか俺出てないけどね、あ、出ましたか26、7年前にあの長男坊の時には出たけども今の出てないあ、まあ、僕も次男坊ですけど次男坊っていうのはまあそういうもんですけれども、うん、どうですか当時と今のその入学式というかね、うん、だから出てないから出てないんですけれども小学校1年生事情ってなんか違いますかあ全然違うあ全然違いますか、うんまあ、住んでるエリアが変わったっていうのもあるけれども、はい日本人じゃない人が多いあね、うん、それは
だったかのポッドキャストでもね、そうだね、同じようなお悩みの方ありましたけどもね、あれがだからなんだ、まあ、いわゆるこの有名な小学校に行ったら、はいはい、ね、日本人じゃない子で授業が進まないみたいなお悩みあったけど、はいはい、ね、どうやら聞いてみると、うちのチビのところも1割、ああ1割の外国人が在籍してると、うん、そうそうそう、で、まあ、外国人つってもさ、なんだろう、例えばその日本人のお母さんがいるとかっていうと、もう全然日本人だから見た目が日本人、純、まあ、純日本人って変な言い方だけども、そうです、ね、見た目が外国人っぽくてもさ、あの普通に日本語喋れる子もいるんだよ、はい、だけど、はい、そうじゃなくて、まあ、このエリアに、狙い撃ちでこのいい教育が得られるということでググるだけでやってくる外国人の人たちがいるんだよ、あ、金持ちがね。でそうすると、一言も日本語知らない、こんにちはぐらいしか言えない、日本語が全く理解できないっていうのが、うん、それは、まあ、学校側も大変ですけど子供も大変ですもんね。子供も大変だけどさ、たださ、まあ、この前もなんだご相談受けた時に言ったけど、はい、おかしな話でさ、うん、なんで日本語ができない子供に合わせるんだろうっていう、本当に日本の教育ってのは本末転倒だよね。普通にやっていて、それで別になんだろう、日本語的に問題があってできない子に対して手を差し伸べるのは多いに結構だけども、うん、それは事業の妨げにならない範囲でねってやるのが、どこの国って、俺アメリカしか知らないけど、はい、アメリカではそうだった。海外から赴任されてる方とかであればね、インターナショナルスクールとかもあるでしょうし、いやだから、うん、おそらくだけどこのエリアに来るってことはあのググったんだよね、うん、でそれで来ると何が起きるのかって言ったら、先生まで戸惑っちゃってさ、で今、うん、多いとこだとね 25% ぐらい外国人、4人に1人ですか、うん、文教区でね、授業にならないですね、ならないね、うん、うん、だからそういう時にどうするのかっていうことだよね、うん、だからそれは言ったけども、これなんだっけ、2年ぐらい前に帰ったっけ、ほらあの都会で行うスローな育児だったじゃん、ね、パルキッズ通信でね、はい、だからあのなんだろう、ガシガシやらずにさ、うん、その習い事付けにしたりとか、うん、そのやるんじゃなくて、地頭力をまず育てると、うん、で理解力が高い子に育てておく、はい、おけば小学校の授業で例えばね、半分ぐらいね、多分授業にならないと思うんだよね、はい、うん、でそれでも半分聞けばわかんじゃん、まあ、うん、そういうことを前提で学校に通わせるっていう時代になってるのかもしれないですね、うん、そうだね、だから長男坊の頃なんて、まあ、住んでるエリアも違ったけど、まあ、そういうのはなくて、もちろんそのなんだ勉強のね、あの良し悪しとかできるできないっていう子はいたけども、はい、できない子もできない何に頑張ってたわけだし、そうですね、それがそのできない子に合わせて授業が行われるということはなかったな。うん、だ今ちょっとそういう風になってるから、これはこういうことを言うとあの、ね、怒られるかもしれないけども、やっぱし本来教育を受ける権利っていうのは誰にでもあるけども、ちゃんと納税者からやってよっていうことだよねまあ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 、それはありますよね、うん、ね、はい、それだし、あとあのできるっていうか多い人数っていうか、はい、平均的なずっと言ったら変だけども、その体制を占める子を中心にやって、そこを伸ばしていくべきであって、だってこの前も言ったけど、俺留学行った時にさ、誰も俺の面倒なんか見てくれなかったよ。そう、海外と比べるとちょっと日本が特殊というか、うん、だから うちの SVO の子たちもさ、親の都合でさ、小学校1年生からアメリカとかの普通の公立小学校に放り込まれてさ、みんな大変な思いしてんのよ。そうですね。で1年ぐらいは黙ってんのよ。うん、でもこのそうしてるうちに人間の脳っていうのは素晴らしいんだよ。うん、でだあの1年もあれば、まあなんだこれ、ちゃんと分析してさ、言語身につけられるんだよね。そうなんですよね。うん、ただ今まあ、エリアによって違うんだろうけども、そのサポーターつけたりとか通訳入れたりとかしてると、子供ってのはいつまでたっても、まあ、日本に来た子は日本語を身につけることができないよっていうね。確かにそうですね。そう、あれね、だから通訳さんがいて驚いちゃったよ。通訳さんも一緒に授業を受けるんですかね。いてさ、何やってるのか知んないけどだからそうなってくると、まあちょっといろいろ問題かなっていうね。このあり方の問題、はい、うん、だからまあ、おそらく行政の方も、まあ、現場の方も、新しい事象なんでオロオロしてんじゃん、みんなして、うん、でその時に重要なのが、はい、オロオロした時に
誰かがズバッと決めなきゃいけないんだけど、そこにはリーダーシップが必要で、そこには規範ってものが必要で、そこには常識っていうものが必要なんだけども、これがだから言葉の声の大きい人に流されていくと、結局これ何のためにこれやってんだっけみたいな本末転倒の話が起きやすいっていうのは、まあ、よくあることでね。これ日本の社会はそれの連続なんで。まあただ先生ね、だからといって、うちの子供のためにすぐ体制が変わってくれないかなって期待するのはもう無理な話なので、そんなもんだと思って、あとは家でできることをやるしかないってことですよね。だから都会でこの田舎の育児を行えばいいんだよ。そういうことですよね、しっかりと。だから自分の子の、地域、あとしつけは親が責任持ってやるんだよ、でそのために何が必要かって言ったら、血頭流行座受けてだからプロモーションは終わったんですよ。あ、終わったんだけど、ごめん、ね、まあ、ただね、あのまさしくそういうことになっちゃうので、っていうことなんですけれども、はい、じゃあ先生、いいじゃんちょっとぐらい。いや、いいですよ、いいですよ、はい。で先生ね、パルキッズ通信は先週で終わったので、今週からはいつものご相談コーナーということでお便りいただいてます。まず復習しなくていいの？先週までのパルキッズ通信。パルキッズ通信はポッドキャスト、先週までのこうやっておさらいっつってよくなんかドラマであるじゃんいやですねさらいきれません言語学だったしね。そうさらいきれないです、ね、だけどじゃあ先週までのパルキッズ通信を、50文字ぐらいで言うとどうなる？55でぐらいで言うと、ですね、要は日本人が英語ができません、なぜなら聞き取れないからです、その原因は、単語の再音節化、と、MN に原因があります。鼻音ね。はい。なのでこれで45とか55超えちゃうから英検だと弾かれちゃう。空耳にならないお勉強をしましょうっていうことですかね。ああ、ぼんやりしてんな。まあ、大体前半はすごい良くて、おさすがあずきさんと思ったけど、やっぱ結論のところは何かっつったら、L2 の勉強するんじゃなくて L1 が干渉してんだよっていうことを自覚しようぜっていうことね。そうですよね。そう、英語が日本語のカタカナに聞こえるってことですよね。そうだから干渉しちゃってるっていうのを自覚し、まあそれを空耳っつったの。そうです。失礼しました。もうあずきさん完璧でした。とんでもないです。はい、ということでした。ここまでが、これまでのおさらい、はい、じゃ あの本題に行きます、松野美さんという方からいただいてます。ふなん先生、あずきさん、はじめまして。パルキッズ歴2年の松野美と申します。いつも楽しい放送をありがとうございます。これ松野美じゃないの？松野美です。松野美、はい、松野美、松の実って言うんですか？松の実って言うんだ。それなんか、ぐいの実。そうか、ちょっとこれ、いや、アクセント辞書を調べないと、お願いします。パルキッズ歴2年と書きましたが、現在4歳の娘にパルキッズプリスクーラーとアイキャンリードをやらせています。いいじゃないですか。取り組みはかけ流しとオンラインレッスンのみで、付属のプリントはやらせていません。なぜですか？いや、でもそう言ってますからうちも、はい、取り組みは順調なのですが、1点、書くことがうまくできません。4歳のお子さんですね、はい、特に S とか Z、ですね、とか鏡文字というのでしょうか、左右鏡文字、鏡文字じゃないですよ、鏡文字、鏡文字、はい、鏡文字というのでしょうか、左右を逆に書いてしまいますと、うっかりであれば気にならないのですが、毎回そう書いてしまうので心配です。もともと書くことを嫌がるのでプリントはやらせていないのですが、たまに書かせるとそうなってしまいます。やはりフォニックスドリルなどプリント学習も積極的にやらせた方が良いのでしょうか、もちろん読むことが優先であることは存じ上げているのですが、ちなみに日本語の場合も書き間違いが多いので気になっていますということで、まあ、鏡文字ってこれよくありますよね。僕もレッスンでプリントを子供たちと一緒にやると、結構な確率で左右反転で書いたりしますけどね。だって認知力が追いついてないから。ああ、そういうことなんですか、だからそれはしょうがないよね。だって今だっていろいろいない、Facebook とかさ、なんかいろいろこの YouTube とか TikTok とかいろいろあるじゃん、それ見てるとさ、反対側になってる絵があって、
おう、うん、だから鏡像で見てるんだよねあれね。鏡像、うん、鏡に映る、要するにその自分を撮るときに鏡に映ってるように撮って、はいはい、それをそのままアップするから、はい、全部ひっくり返ってるんだよ。あれとかそうですよね、セルフ撮りみたいな、うん、そうそうそう、はい、うん、でそれに違和感感じない人たちがいるから、なんか認知的に問題じゃないかとか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いや文字だったらすぐ分かりますけど、うん、顔とかなかなか分かんないですよね。だっていつも僕が見てる顔は鏡像ですもん。そうだよね、はい、あれって何、反対、反対、うん、反対、鏡っていうのは反対っていうじゃんか、はい、だけど鏡に映ってるのって左右反対、左右反対じゃないですか。反対じゃないよね。どういうことですか。右は右側で左は左側じゃん。はい、だからあの例えば、右のほっぺたにほくろがある人は鏡見てもこっちから見ても右のほっぺたにほくろがあるよね。あ、だからまあこっちから見ると右ですけれども、うんうん、鏡の中の僕からすると左じゃないですか。そっちから見てんの。そうですそうです、そうです、うん、いやこのね、あのなんだろう、鏡文字っていう一つ撮ってみても結構深くて、あ、うん、だからこれなんかもね、なんで広瀬さんかな、広瀬祐樹さんっていうのがサイエンスなんとかっていう本に書いてるから。あ、そうですか、うん、あの言語学者がね、東大の心理学じゃない、はい、うん、そこのゼミ一回お世話になりたくて行ったことあるんだけどさ、へえ、うん、音声学の方行っちゃったから。いろんな研究があるんですね、うん、でその人が書いてるなんとかサイエンスなんとかシリーズっていうのがあって、それにも面白いことが載ってるよ、はい、うん、あの鏡って一言で言っちゃっていいのかなみたいな、あ、うん、ことがあるけども、結局なんだろうな、ちっちゃい子っていうのはその右左の感覚とかっていうのはなかなかつきにくくて、うん、うん、ただ、まあ、上下は分かるんだよ。上下は分かる、うん、はいはいはい、うん、だ P と B とか意外と分かるんだよ。分かりますよね、うん、だけどあの D と B とか、うん、Q と P とか、はい、これ分かりにくいんだよな、はい、でこれはなかなかあの身につかない、これはしょうがない、はい、うん、これもいいんで、そういうことだから、ああ、そう、それはもう成長過程として仕方ないと、うん、こんなん教えるもんじゃない、待つ、じゃあ心配するものでもない、一切心配しなくていい、あ、うん、そうなんだよね、だからそういうふうに、考えなくちゃいけないし、あとさ、このなんだ、書くことを嫌がるっていうじゃん、はいはい、なんで書くことを嫌がるのかっていうのが疑問なんだけど、うん、書かせるからじゃない？あ、だからこれ見てると、うん、あの S とか、うん、Z とか、うん、こう左右を逆に書いてしまいますっていうことはやってるんですよね、何かしら。そう、うん、しかもだけど何、フォニックスドリルなどプリント学習もやらせた方がいいのでしょうか。フォニックスドリルやってないんだよ。フォニックスドリルやってないのに、なんで他の S とか Z とか書かせてる、どのドリルやってんのかっていうそっちの方が気になる、まあ、親御さんオリジナルでやってんのかもしれない、もしくはなんとかのドリルやってんのかもしれない、なんとかのドリルだったらフォニックスドリルやってる。そうですよね。まあただね、フォニックスドリルなどって書いてあるってことは、何、うん、かこう体系立てられているプログラムはやってないのかもしれないですよ、うんうん、まあよくわからないけども、ただ、はい、まあ、いずれにしても、うん、書くことを嫌がるっていうのが、4歳で書くことを嫌がるっていうのがよくわかんなくて、はい、の今の新入学のチビも全然書くの大好きで、ただ僕レッスンしてると、うん、よくある傾向として、うん、暗証が得意のは書くのを嫌がったりだとか、あのね、違う、あ、違いますか、うん、その暗証っていうのは、はい、誰でもしちゃうんだよ、記憶は誰でもしちゃうの、しちゃいますね、うん、はい、しちゃってそれを言うか言わないか別、うん、ただ頭の中で音鳴ってんだよね、はい、でそれを言う子もいれば言わない子もいるってだけ、はい、でそれをだからほら、うちのなんかはなんだっけ、キリスト教系のカソリックの幼稚園行ってて、その時にほら、あのイエス様の話とかさ、いやまだ当時4歳だったんじゃないかな、ストーリー全部覚えて、で夜ちょっと大きな紙出してくれとか、 A さんの紙出したらさ、全部書き殴ってたよ、ひらがなで。なんで A さんだかの紙何枚になるんだろうっていうぐらい。はあ、だから書くのってなんだろう、あれもはや本能じゃないのっていう。だからお絵描きするのと同じような感じで、書くのってのは子供たちはほっとくとやるんだけどね。
あ、ってことは、うん、子供全部基本的な、うん、あの考え方方向性としては子供たちは各方向にあるわけですね、うん、そうだよね、うんうん、だからいやただ ほっとくと書く、うん、ただその書くのを嫌がるっていうのはだからなんか無理やり書かしてんじゃないの原因がありますよね例えば、うん、あの無理やり先生がおっしゃったように、うん、無理やり書かせられる経験がある、うん、もしくは、うん鉛筆の持ち方を知らないと か、うんうんうん、なんか書きにくいのに書かなきゃいけないとか、うん、あと直されるとかね直されるとか、 そうじゃないとか細かいこと言われたらやってはね B だろうが D だろうがいいじゃねえかよっていういや本当全然いいのよはいはい、うん、だけどそういうのさ最初から細かくやる人いるよね書き順とかねそうもう書き順なんかどうでもいいと思うよ、まあ、特にアルファベットの場合はそうですよね、うん、いやひらがなだってどうでもいいと思うあ、うん、まずほらこの何松の実さんも書いてるけども、はい、その読むことが優先であることは存じ上げてるとそうですねで読めるんだったらその文字、ね、を、知覚できてる正しく認識できてるってことなんだよ、はい、それでいいじゃんいやいいですよでそれをこうやって自分で、記憶の意図をたぐってこの再現するわけよ、はい、その時にひっくり返ろうが何だろうが全然いいと思うよあ、うん、なんかちょっとそれ名言ですねそうなのいやっていうのが、うん、正しくインプットされて、うん、認知されていれば、うん、アウトプットの形は問わないっていう話じゃないですかどうでもいいよね読めりゃいいじゃんつまりこれって、うん、発音も同じじゃないですかそうだね、その正しく聞き取れていれば、うん、カタカナ英語で発音したって問題ないよっていうことにも通ずるじゃないですか、うん、うんとそんなこと言ってないけどそうだと思うあれあれいや全然それには俺反対しない いろんななんかこうね質問も同時解決な名言かなと思ったんですけど、うんうん、いやいや全然いいと思うよだから、はい、まああの知覚できることが大切であってそれをこういかにプロデュースするのかって、ね、意外とどうでもいいかなああそうですよねそれはもうね、うん、今月のパルキッズ通信でもありますもんねパーセプションビフォープロダクションですもんね、うん、そうだねだからそうするとさこのなんだろう読めればいいわけで、はい、で書くのはほっときゃ書くよ、はい、なんかパパママに手紙書くかもしんないし、はい、日本語でいいんだよはい、うんで、それが鏡文字であったりしたらさもうそんな可愛いことないじゃんあー可愛いっていう風にね思えるかどうかですよね、うん、それがだってうちのもあったけどさお母さんって書くじゃんはいお母さんへって手紙書くんだよはいでお母さんでしょはいでそうするとおにかにここがうになってんだよはいお母さんまあ、もちろん絵はあのあいうえの絵だよね絵じゃなくて、うん、でおかうさんっていうのを見た時にああ確かに長音はお父さんの場合にはうだよねおうが長音だからそれをこうやってエクストラポレートして、オーバーエクステンションして、おかうさんって書く、はい、いやいや賢い子だなでうがひっくり返ってるのが何だろうがいいじゃんでしょだからそういう目で見るはい、この書いてる背景で子どもの頭の中で何が起きてるのかを見る、はい、だから例えば鏡文字っていうか、まあ、あの B と G が逆 B と D が逆になっちゃったとするそしたら少なくとも、こう棒縦棒があってその下の方に丸がくっつくんだなってとこまでは認知できてるわけよ、はい、でそれが頭の中にぼんやりあってあれどっちだっけっつって全然いいじゃない全然いいですねいいよねだからもう悩みですらないぐらいだと思うけど、うんうん、でただフォニックスドリルはやった方がいいフォニックスドリルはまあ読めるための取り組みですからねそう、はいまあ、ただ、うん、その先ほど先生がおっしゃったみたいに強要したりだとか、うん、あと直したりだとか、うんうん、あとなんかこうね鉛筆の持ち方がちょっと書きにくい持ち方になっていたりだとか、うんうんうん、そのあたりは気をつけていただいた方がいいかなと思いますね。で強要させないってことね。強制させない。で、あの持ち方はね、あの持ち方の強制もやり方があるから、はい、なんかおにぎり鉛筆とかあったりしますよね。おにぎり鉛筆もそうだし、うん、あとはなんかほら名刺に穴開けて丸めるっていうのもありますよね。あったでしょ、うんで。そんなやつでも構わないから、そういう風にさせるというんで。ペンが持てればお箸も持てるし、うんうん、でその筆圧に関して言うとさその例えばグーでクレヨンを握っちゃったりとか、はい、でそれでもいいんだよ
うんうん、でやってるうちにだんだんこのだってさ人間がこうみんなペンを握るとき 3本の指でつまむじゃん。はい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 。でつまむっていうのはあれ誰かが発明したの？誰かが発明した。うん、誰かが発明したんじゃなくて、はい、あれはおそらく自然とそうなったんだと思う。え、箸を2本ああやって持つっていうのも誰なんか人間の本能としてああだと思う。あれが一番こう工学的にというか、あ、うん、生理的にというかいいんじゃないの。まあ、人間工学ってそういうことですか。うん、だからそういう風になるっていう、うん、勝手に、はい、自然と、うんうん、だから そういうことでその持ち方っていうのも、まあ、最初に筆圧をつけるためにだからもうほんとグー握りでも構わないんだよね、はい、うん、だけどほらなんかコツとしてはさクレヨンなんかもペンもそうだけど短めの持たせようっていう、はい、短いと握れないじゃん、はい、だからそうするとつまむしかないから、うん、だから短いやつで書かせるとかってコツはあるよいくらでも、はい、もう100はないけど10ぐらいあるわな、うん、だそういうのは、まあ、パルキッズ通信さかのぼって検索してもらうとしてその筆圧がちゃんとつけば字が汚かろうが綺麗だろうがいいと思うんだよ、はい、うん、なんで綺麗に書こうと思ったらいつでも綺麗に書けるようになるから。そうですね、うん、はい、でしょ。なります、なります。女の子の方が比較的男子より字が綺麗なんだよ。なんで女の子の方が、うん、それは綺麗に書くやり方を、うん、教えられるとか。違う。違うんですか。うん、自分で字が綺麗に書けた方がいいなって思うんだよ。そうすると例えばかとか、うん、おの書き方とかっていうのを、はい、自分が可愛いな綺麗だなと思うのを真似するようになる。おー、うん、だからいいおっさんたちでも綺麗な可愛い女の子みたいな字書く人もいるでしょ。あ、僕ですよそれ。まあ、自分でそう書こうと思ってどっかで練習したんだよ。僕は本来的にはすごい僕ですよ。はい、なんて言うんでしょう、小学生のいわゆる典型的な男の子みたいな字だったんですよ、うんうん、それを小学5年生の時に、うん、畑陽子ちゃんっていう子が引っ越してきて、うん、畑陽子ちゃん聞いたことあるな。聞いたことありますか、うん、畑陽子ちゃんっていう転校生がやってきて、うん、僕の隣に座ったんですよ、うん、そうすると畑陽子ちゃんは、うん、都市部の小学校から、うんうん、田舎の小学校にやってきて、うん、でその子が書いてたの、うん、ちょっと待って、はい、交換日記してたのは畑陽子ちゃんじゃない。違う、それは畑陽子ちゃんじゃないです、うん、それ誰だっけ。それ伊藤由紀子ちゃん。それ伊藤由紀子ちゃん。勘弁してくださいよ。で、うん、で畑陽子ちゃんが漫画字を書いてたんですよ、うん、当時流行ってた漫画字を、うんうん、で僕はこう畑陽子ちゃんの漫画字が珍しかったんで、うん、真似して書いてたんですよ。陽子ちゃんの字みたいなことで真似して書いてたら、うん、僕がそうなってしまったっていう。そうか、表面上をこうコピーしただけだから実は心までこもってないかもしれないな字にな。悲しい。そうなんです、まあ、だけど読めるからいいんだよ。読めます、読めます、うん、読めばいいんだよ、はい、でその俺の字相当汚かったけど、はい、最近は読みやすくなったって言われる。本当ですか。60、50ぐらいから読みやすくなったって言われる。2行1文字ぐらい読めなかったですよ前は。うん、今は読めるようになった。本当ですか。いや、まあね、うん、なかなか先生の手書きを見る機会がないですからね。そうだね、うんうん、まあ大体タイプで打つしね。そうなんですよね。今後もだからタイプで打つことが増えるだろうか。とにかく読めればいいと思う。それでもしだよ、はいはい、もしこの綺麗に書く、はい、ということであれば、まあ、4歳だとないけど習字やるでしょどうせ。あ、はいはい、うん、まあ、幼稚園とか小学校で習字が入ってくるから、はい、そうすると綺麗になると思う。俺字めちゃくちゃ汚かったけど小学校4年の時にはね、金賞取ったんだよ習字で。信じられないでしょ。まあ信じられないとは言わないですけども、うん、それぐらい汚い字だったんだよ。ね、うちの亡き母がね、はい、もう書道の先生で。あ、そうだ、うん、そうですよね。そうでその書道の先生のもとに育つと、まあ、本当なんつうのは今夜の城バカマじゃねえけども本当に字が汚かったんだけど、そのある日母が「ひろし、はい、お前いい加減にしろ」と、はい、そんな汚い字で読めないだろう人様がと。で、分かったよ、じゃあどうするのっつったら習字を教えてあげる。あ、そうっつって
それで、なんて今書くんだっつったら、いや元気だけどよし、じゃあ元気って書くぞっつって、はい、元気だけ俺すっごい上手に書けるあ、まあまあ、あの絵で写生してるような感じですねそう、そこは違うって細かく言われてそれこそ魂がこもってるんでしょうかっていう。いや、こもってますよ。だって書道の先生からちゃんと何あの看板持ってたよ、はい、本当ですか、うん、そう、免許変えてんだから僕が教わったんだからもうそれは先生も金賞あげざるを得ないだいや、お母さんが書道の先生でさ、教わったんだこれみたいなことをさ、俺もペラペラ喋る方だからまあそうなるそうか、言われてみたらこれ書道の先生に教わった感じの元気だなとかって先生の目がちょっと曇っちゃったりしてまあ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 いい時代ですねそうね、はい、あ、ごめんごめん、はい、でもう一個、あ、もう一個、あの、はい、書道じゃないんだけども、はい、あのね、ベビースタって知ってる？ベビースタですか？うん、ベビースターラーメンじゃないけど、はい、何でしょう、あのね、ベビースターで検索すると出てくるんじゃないのかな、あのプリントがあるんだけど、プリントっていうかね、ちょっと面白いんだよ、あの、はい、字が消えちゃうの、書いても消えるんだけど、時間で消えるんですか？そうそう、10分ぐらい経つと「おら！」って「消えてる」っていうやつなんだけども、はい、あのひらがなとカタカナとあってさ、書けるんだけどね、どうなってんのかっつったら、あの膨張剤みたいな、 なんかこうちょっとモコッとしてるのよ、はい、でその書くところだけが紙で、でその周りがこの要するにエンボスとかリアルエンボスになってて、ほう、うん、ちょっと盛り上がってて、はい、その書かれるべき対象のとこだけがこの紙に届くようになってんだよ、ほう、うん、それ以外のところはなんか材質わかんないけど、はい、あの もっこりしてるから、普通に書くとこのなぞってるうちに正しいこの綺麗なこの運筆ができるようになるのがあるんだよ、はい、へえ、うん、まあ宣伝してるのはあれだけどさ、あれだとね4歳ぐらいだと面白いんじゃない？歳ひらがなとかであるってことですね。ひらがなカタカナであるから、あ、うん、あ、それはいいかもしれないです。漢字って意外と綺麗に書けるんだけど、ひらがなって難しいでしょ。難しいですね、うん、だから曲線がありますかね。カタカナはそんなのやってみるといいかもしれないね、うん、ああそういうのがねあれば、うん、それこそ書きたい本能が刺激されて、うん、書くことにポジティブになるかもしれないですね。そうだね、あの面白いんだよ、うんうんうん、なんかこう要するにペンがそこのエリア以外動かないから、はい、ただあーだったらこの1が書いていく、横棒が書いてあって2縦って言って、そこだけぐるっとこう、うん、ペンを動かしてると綺麗なあの運筆になるからね、はい、まあやってみたら。わかりました、うん、じゃあ先生、はい、今回はここまでということで、これでいいのね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、 Google、 Anchor、 Amazon Music、 Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。船津先生の著書、子どもの英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。はい、どうも。